花ラート2020年から2021年、22年と今年で3年間キュレーターをしてるんですけれども、地球環境問題をテーマに展覧会をしてます。土に変える素材を主体に作っていただいていたり、環境に負荷をかけない制作方法をお願いしているので、いろいろとこうコミュニケーションを深めた中で今回出していただいています。アナラートを通して環境問題について考えていただけるような企画をこの3年間やってきました。キュレーターの、内田さんのサポートを主にしていて、今回のハナラートって、展覧会の企画だけじゃなくって、いろんな講座をやったりマルシェをやったり映画を上映したりとかしてるんですけど、そちらの企画の方も担当してました。初めてその環境問題でハナラートをやりたいって提案した時に、実行委員の人たちは環境って、どうして自分たちが環境問題について取り組まなくちゃいけないのか、自分たちはずっと街づくりをやってきた中で、どうして環境なのか、本当に芸術祭っていうのを一緒に運営していく中で、その仲間たちがどんどん変わっていくっていうのが感じられて、すごい良かったなって思ってます。花だとこの秋町屋で展覧会をするっていうことを今までやってきたんですけれども、なんかそういう古いものを大切にするっていう、その根本自体が、環境問題にもすごく結びついてるんじゃないかなと思って、そこからスタートしたんですけど、1年だけではやっぱり発信して考えて行動に至るまでっていうのが難しいかなっていうのがあって、3年の大きな枠組みで企画しました。1年目が土を耕して、2年目に種をまいて、で今年の3年目にこうそのまいた種が芽が出るっていうようなテーマでしてまして、もう土台のを作るっていうのが1年目に始めて、で、1年目にできなかったことをさらに2年目でアップデートして補っていって、で3年目がもう本当に今年最終なんですけど、一番やりたいことも全部詰め込んで皆さんにも分かっていただける展示になったかなとは思ってはいます。こういう環境問題をテーマにしてるんですけれども、むしろ環境問題についての作品を作っていない方に参加していただきたいっていうのがあって、皆さん自分ができることを今回やってみるっていうことだったり、素材選びのところから皆さんとこう相談していただきながら進めていて、新しい素材で制作するって難しいと思うんですけど、そういうのにチャレンジしてくれてすごくありがたいなと思いました。普段環境について考えてない自分が、この展覧会に出してもいいのかって考えて、ペインティングのアーティストだったら、その絵の具を、ちょっと違う素材を考えてみようかなとか、もしかしたら自分で作れるんじゃないかなとか、こう初めやっぱり、すごく難しいテーマを与えてしまったのかなっていうところもあったりして、でもこの、時間を結構かけて作ってきたので、そういう変化が見れたり、皆さんのこう自分ではわからないやっぱり作家としての視点からどんどん作品が盛り上がっていくのを直に感じれたのが大きいかなと思います。
この地球上で最も重要なアイテムである植物、もうそのもの自体がすごく美しいものなので、もうちょっとだけ手を加えて、もうその辺のもうほぼ雑草みたいなものを大体使うんですけど、人間以外の地球の生き物たちに意識を向けてもらうっていうのを目的としていて、それ自体が、まあ、この芸術祭があったりとか、いつも直感で、あ、これを描きたいなと思って、あまり深くそのコンセプチュアルにやってるわけではないので、っていうことを見つめ直して、そのなぜその作品をここの展示会場に入れる必要があるのかとか、なんでこの素材で使うことが必要なのかっていうことを、見つめ直すきっかけになりまして、で、どういったものを作ってるかというと、長い年月をかけて成長してきた木が僕の主な材料なんですけど、なんかこうそれを使って、もうこれからなくなっていくであろうかなっていうものとか、もうなくなってしまったものとかを、木を使って復元させたりとか、ちょっとこう保存したいとかっていうような作品を作ってるんですけど、この会場を、僕の作品を使って物語をつけて復活させるっていう風な作品にしようと、思って取り組みました。 And so maybe what I've learned is to trust more of what the character of a material, no matter what I know what it is, and to discover its naturalcharacter and let the material tell me how to use it. そうですね、なんか最初は3年間長いかなと思ったんですけど、もうすぐ終わるって思うと、なんかもっとやってみたかったなって思うようなところもあって、この環境問題を切り口に、こう3年間で積み上げてきたものをまたどこかでずっとこうさらに積み上げていくような、そういう場をまた作れたらいいなっていう、なんか終わりっていうよりはこう第二ステージに入れたらいいのかなっていう感じがすごいしてます。全員が共通した社会問題なので、誰にでもこう当てはまる身近なトピックになってくるかと思うんですけど、そういうところをこう美術を通してどう伝えていくかっていうところが、難しくは、この3年間ですごく難しいところも感じたので、そこを何かこう発展できる、人と地球の関係性をもう少し掘り下げたような展示ができたらいいなとは思ってるんですけど、まだまだこう勉強したいなっていうところがあるので、いろいろこの3年間で気づいたところをもう少しリサーチしていきたいなと思ってます。